負けること考えてなくないですか、負けた場合。何だと、お前黙れ。何言ってんの。いや、お前もう出ろよ。記者、お前出ろ。しょうもないです。やる前に負けること考えるって、バカすぎるよ。ブレイキングダウン、順位のメインカード、アンポ選手対スダリオ選手が、決まりました。じゃあ早速記者会見ということで呼び込みましょう。じゃあアンポ選手からどうぞ。じゃあスダリオ選手、はい、今回の試合の意気込みをじゃあアンポ君からお願いします。意気込み意気込み前にさ、消防圏いけるん今日だよ。消防圏いけるん、確認取ったん。取った。いけるらしいんで、まあ、俺はこの場に、まあ、こいつが現れないと思ってたんで、オーディションを見入れてたんで、でも現れてくれて嬉しいなっていう感じなんで、6月2日もうあとはやるだけなんで、まあ体重差もあるし、まあ世間的にはやめてほしいっていう声もあるのが分かるし、でもここまで喧嘩を盛り上げた以上、あとはもう試合でぶっ倒されたなっていう思ってます。じゃあスダリオ選手、はい、そうです。意気込みは別に得意ないですけど、まあやっとまあ蹴りつけれるっていうか、このくだらないやり取りがやっと終わるなっていう。いや、お前からやけどな、やって気持ちです。はい、以上です。いつも DM 来るのもお前からやけど、電話かけに来るのも。前々回のオーディションからまあ因縁がずっと続けて、まあ、実際に試合が決まって、率直にどう思いますか。まあ、まさか最初に1年ぐらい前に、SNS で、まあ、MMA を僕がね小バカにしてベースダリオとやり取りがあってから、まさか試合が決まるとはまるで一気に発展するとは思ってなかったですけど、まあでももうずっと俺はもうやりたいって気持ちあったん でそれを実現できれて、まあ、もちろん怖いって気持ちもありますけど、でもそれよりも大きいのは絶対にこいつをぶっ倒したい、うん、っていう気持ちがでかいので楽しみです。結論どうでしょう。そうですね、まあ事の発端は、まあ、彼が MMA バカにしたっていうことが、まあ、始めだったんですけど、正直もうそれはどうでもよくて、まあ、そこから彼が喧嘩打ってきて、で僕が勝って、でそうお前がな、でまあ、じゃあ、ジムの場所どことかさ、ちょっと一回ちょっと待って、今話俺の番だから。いや、分かる分かるけど、じゃあジムの場所どことかさ関係あるの、うん、それは喧嘩あることなんじゃない。家の場所どこ、さらされたからね。家の場所どこなんとかさ、さらされたから、ね、どこどこらしいなとか言ってん。さらされたからね。関係あるんですよ。喧嘩っていうことじゃないんですか。いや、だから喧嘩っていうのはどうなっちゃう。お前からやんって。俺は言うんだろうかね。で、それに対して俺、バーカオ選手のドローになりました、うん。で、その会見で俺の発言が間違ってましたって言ったよな、俺は。うん、分かってる。だからそれに関してはだから、その後もしつこく、DM して電話してきたのはお前やろ。まあでも、とりあえず、分かった。で、それどうでもいいんだけど、で、俺は、その前々回のオーディションで、その家族時間を邪魔されて、本当にあの時まだ娘も小さくて大変だったぐらいだったから、俺はあれは謝ったな。お前も俺態度許さねえ。態度お前お謝った。許すわけねえだろ。許さんねえ、うん、許さんから。だからそれいうことで、それだけよ、それだけ。だからそれ決着つけるやろ、うん、だからそれだけだ。俺終わり決まったんだからもういいよ。分かった。お前自分やるだけだから大丈夫。分かった。お前自分だけ解決するな。お前俺がタイで修行してくれるから。OKOK。悪い噂あるよ、お前。悪い噂あるよ。悪いです、なんで言ってくれ。言うやん、これ。分かった分かった。何の噂やねん、言えや。以上です。ないから言われへんの、こいつ。はい。体でかいだけやん。はい。あと全部ちっちゃい。はい。30キロぐらい差がある。いや、関係ないでしょ。大丈夫。棒組みするっすもん。お前、ほんま芝居だから覚悟しとけ、お前。いや、もうさ、まあ確かに彼は小さい頃から空手もやってて、ね、K-1 でもチャンピオンになって、すごい俺は尊敬もしてます、その格闘家と。嫌いなすなり、ただ今更お前そんな思ってないことは出すか。思ってないことないよ。ただ、俺はお前も知らない。よかった。全然いい。ただ、世間の声では、まあ、安保、キックルールだったら有利とかってありますけど、まあ、ぶっちゃけガチスパーでさったりとやってるんで、問題ないです。だからなんだ、別に俺もできるから。俺もできるとか、そういう問題じゃなくて、さったりの方が強いから。でも、俺もできるから。いや、できるできない話じゃなくて。じゃあ、勝てるのに頑張れよ。うん、だから問題ない。さったりとガチスパーやってます。はい、おぉ、すげえ。昨日もガチスパーしましたし。どうなんですか。僕が遠慮しながらでも、まあ、彼も結構、吹っ飛ぶんで。そうそう、彼が吹っ飛ばしてみて、彼は強いんで、スパーとかで基本的に、まあ、一方的に、相手をボコボコにするスパーが多いんですけど、まあ、なんか去年の K1
競馬のトーナメントの記者会見があった時にサッタリがこう青タンで来てたんですけど、うん、それは僕とスパーリングして、まあ、こんなところでねサッタリとスパーリングして俺青タン取りましたよとか言うのって自信がない表れなんですよ、うん、だからそんなこと自信はないとかじゃなくてだからなんだ、うん、サッタリこれ関係あるんかお前が、だから世間の評価でねだから関係ないサッタリお前サッタリここにあざ作りましたって言ってる必要あるのサッタリえだからそれだけお互い俺も細かく破けてるしお互いガチスパーでやってるから、うん、あの技術のレベルがとかいろいろやってますけどよその選手の名前出すなお前ダサいからだから俺は彼を尊敬してるからだから俺はまあ全然あのキックルールでもそれで飲んだっていう話ですね自信があるんで僕的には今回がね過去大会史上一番豪華なカードになったんじゃないかなと思ってて、まあ、注目度が非常に高いと思うんですけどどんな試合にしたいですかいや普通にもうこいつの発言からしてもう心の弱さもこの発もう会話で会話見えてるんですよ人の名前出したりねほんで言った言ってない話してもうそんな試合に関係ないやんってことばっかりやんこいつだから俺はもう言ったみたいにもうここまで盛り上げてる以上オバマみたいな戦い方する気は全くないんで打ち合うときは打ち合うしもちろん戦略を持ってやりますけど、まあ、とにかくめちゃくちゃ面白い試合するんで楽しみにしよう40キロのやつが40キロのやつ俺40キロじゃないけど40キロの差なお前分かりますよ40キロの差あるやつがぶっ飛ばされて失神するとこ見てますどうですかいやもう現実を教えます、はい、今回ミクルさんと坂木原さん一応トップ同士の、まあ、試合の結果今回試合になってますこの場にはいません。坂木原さん、もしくは大事な大ファンの方への、まあ、思いだったりとかみたいなことがあれば多分、ライジンのファンとかって、まあ、もちろん今回の試合は面白いと思うのは面白いと思うと思うけど、まあ、ほんまじゃあ全員がじゃあそれを求めてるのか格闘技好きとして言ったら求めてない部分もあると思うんですよ。それは俺も分かってます。でも、ここまでもう火花散らして煽り合った以上やっぱりけじめつけるのが筋だと思うし、さっきも言ったみたいにだからまあ俺はありのままこれからも見していくんで見て楽しめる人は楽しんでくれたなって思ってます須田さんかないですはい、はい、安保選手と成尾選手質問で、まあ、まず相手のファイターとしての印象と、まあ、今回戦う上で作戦などあれば言える範囲で教えてください作戦はなしでファイターとしての印象はまあ普通に日本のヘビー級でこれからもっと活躍していく選手だなって印象は正直なところありますでも格闘家としてのマインドが腐ってるからもうそこは俺が叩き直してあげなあかんなっていうふうに思ってるっていうのが、うん、正直な気持ちですはい、作戦本当にないですおよそ、まあ、試合まであと1週間っていう感じで、まあ、決まったと思うんですけどコンディション的にはいかがですかいや俺はだからオーディション会場で言ってみたいにカメラとかで今からやったらいいやんっていうぐらいの気持ちを持ってるから別に今からやってもいいし1週間後でもいいしいつでもいいですそんぐらいコンディションとかどうかも別に関係ないっていうとこですかね須田亮選手はお願いしますバッチリですはい安保選手と須田亮選手の質問で相手の嫌いなところを教えて俺もうめちゃくちゃ嫌いなところが、まあ、須田亮が相撲業界を追放された理由っていうのが多分下の者に対するいじめなんやけどそういう部分がこいつは根本格闘技界に来ても全く変わってないなっていう俺そういうとこがマジで嫌いでいや強いもんこそ弱いもんに優しくしろっていう俺は気持ちを持ってるから武道家としてそこに俺は一番許せへんとこかなその体重その自分より軽いやつ見つけて執拗にする嫌がらせとか攻撃 DM とかいいよお前どこどこだろとかジムお前まで行ってやるよとか路上でお前覚えとけよとかで今まで自分こいつは自分よりちっちゃいやつにそういう風に当たったらみんなビビってくれて多分従ってきた人生なんやと思うけど、まあ、俺からしたらもし舐めんねんって感じだからそんなとこで引かんだろだから俺はそういうとこがマジで嫌いお前は平気で一般人に手出していやそれお前やん素人をボコボコにする、まあ、それ昔の話だそれお前も一緒やんところですかねはい僕だってこういうの自分がやることを言うことだって僕は確かに叩かれましたしいろいろ無責任も受けましたけど彼は表に出てないだけでめちゃめちゃあるんでそれが悪い噂って話人のこと言える話じゃないそれが悪い噂って話お前が言って大丈夫ちゃんもうお前の話しないからそれが悪い噂以上ですはい、まあ、そこに関しては俺自分でも発信したことあるしそういう過去は実際ありましたって言ってるんで別に何も言われて痛いことなんかないしもうそれすらもありのままの一部があるんです嘘つきは嘘ついた後水飲むってしてたいや知らんいやありのままの話をしてたじゃんお上げ足取ってくんなお前自分がお前喋りかけられたらオッケーオッケーオッケーですよお前やり方がお前陰キャやねん悪かった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 お前不良ごっこすんな悪かった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 はいもう一つ何ですか万が一負けた場合って
どうされますか。どうされるっていうのは負けること考えてなくないですか。負けた場合何だそうですか。お前黙れ。質問何言ってんの。いやお前もう出ろよ。記者お前出ろ。しょうもないんですもん。やる前に負けること考えるってバカすぎるでしょ。質問が。まあいいですか。今まあ見ての通りバチバチだと。こう試合終わった後仲直りするとかコラボするとか。そんなことは一切考えたら考えないです。そんな考えたら俺はこいつの少年を叩き直すことしか考えてない。まあ一応1分3ラウンドで、ブレイキングダウンの、グローブということですけど、お互いそこは了承してもらって、まあなんかもっと薄いグローブが良かったみたいな話を聞いたんですけど、まあ、できればスリーだろう。スリーいや全然やったやん。やんなくてもいいんですね。ええのもうええで。え本当に全然ええで。マジでええで。それやろうよ。それでやるじゃん、うん、じゃあベアナックルやろう。いいよ全然。まあ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 ちょっとね全然いいよ。俺安全に考慮しないといけない。俺最初に言ったのベアナックルだからね。俺素手でって言う。いやお前素手でって言ってやん。ベアナックルでもないから素手は。ベアナックルはファンデージになるから。お前そんなことは分かっちゃう。こっちにしよう。まあでいいベアナックルに。もうええで。どっちが素手や。もう拳出してるな。全然やろ。まあまあまあ一応体重差あるんで一応安全面考慮して今回ブレイキングダウンの、グローブでということです。